でも今回はまた Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、何でしたっけ 前回は、砂漠村に来て、砂漠村の人たちに話しかけたりとか、あとは、アーサーとスタン、あ、本当だ。そう、この、なんかゲイっていう感じだよ。あれだよ。いろんな人と会ったわけ。この砂漠の村そうで。だね。自由を求めた人たちわのかっね。た。村に来浄水タて。ンクを取り替えないとな。まあ、とりあえず遊んだとっこんか。な気候じゃ。おかえこり。れも多分前回見たけど、おう、見直そうや。おはよう。ただいま。楽しんできた？帰り。楽しめるわけねえ。好奇の目で見られそう。るんで、だお母さんぞ。が買い出島しのから金に帰っ来てたきたぞっと。てな。いうところ で。砂漠の民よ。資何があ本んのか主義のな。恵みとともに戻ったか？そう、ジョこいつ、ア。リーダーっ会いぽいたやかっつ。た。この次は一緒に来てよね。来まあ、てよね。考えとく。調子良さそうね。秘訣は？水飲みながら結死構に長ついよ、いこれ。て。考え る？前回見たけどそん結構な長いのからあなね。たの分渡さなきゃ。心してね。ありがともう何もう。はい。記憶をリセットしてみようかなさと。すがカレン。じゃあね。ねえ。で、夜の警告はどうだった？よかったよ。始めようか、天体観測だっすたよ。ごかったよ。星が綺麗で、静かでさ。ありがとな。あなたなら気に入ると思った。見せられてよかった。おかえり。いいね。どうだった？そんなことより いいもの買ってきたぞ。ほら。なんかさ、やっぱさ、キャッチボールする？前回も触れたけ何？ど、なんか能いい力よ。がさ、その生活に馴染みすシぎアて、トなルんにいたか、頃よりだいぶ上手になったん異だ。常なんだけど。手で取れよ。いろいろあったんだろうが、やっぱりまだ遊び盛りの子供なんだな。この男なんだよ。何より久しぶりだ。この男があいつなんだみんなよ。のおかげだよ。渓谷でキャンプした時、ダニエルは生き物に怯えたりした唯一か？の皆い勤や、賞。それはないよ。Life も is っと怖いも Strange。のを見てきたからね。あの力もあるし。だな。力の見せびらかし方を見てたらわかる。唯一の皆勤賞なんだよな、おこい前たつちが来が。て1ヶ月、いまだに驚かされるよ。まあ、今んとこね。あの子の力に。俺もさ、俺もさ、ね、前回もまあ選んどだはうせず。一生ならないし、諦めたよ。しかし、軍にいた俺から見ても、お前はあの子そうをなんよだくよ。教育してる。軍にいた。感心するよ。ちょっと顔似てるしな、あとりりあえがずまとう。だ。努力してる。もしだかや。ら心配ないんだろうが、ってなったわけ難よ。しい。超能力者に会うのは初めてだからな。ベストは尽くしたよ。手本になろうとしてさ。ダニエルの。でもわからない。どうすればよかったか。ショーン、子育てってのは大変な仕事だ。戦争に行くよりもな。結婚してるの？ああ、それ結婚してるってこと？してた、だな。離あ、婚こしれたん前回だ。選んでねえわ。娘が死んで、俺も妻もダメになった。なんとか日常を取り戻そうあ、やっとしぱたそけれきっど、かけなんだ。無理だったよ。黒えな。もっと辛いのは、義理の父親として彼女にしっかり向き合えないまま、そうなんだよ、あいつなんだよ。先立たれたことだ。名前なんだっけ？俺たちは水とごめ油だっん、予た。習しとけばよかっ喧嘩た。が絶えなくてな。あいつ。父親が変わるのは辛かったろうな。特に俺は彼女との接し方が点でわからなかった。揉謝めてたりもたんいな。よ。とにかく過去には戻れない。過去には戻おれない。話ありがとう。そんなあなたにそろおそすすめろの配ゲームが達ありに行まくす。よ。Life is Strange というゲームで、主変人な公おのマッ菓ク子スがは、あってな。ちょっとやめとこう。母さんが喜ぶぞ。結構ま買ってきたた後なだな。あ。あれか、みんなの分買ってきたのかな？ちょっとタイム。もう死にそう。面白かったね。そんな砂漠じ激しい。ゃあんなのでも自殺行為ね。ショーンよりそうこそまこそかったこ。よ。そんな激しいキャッチボールしたの？じゃあ荷物運びましょう。キャッこチんボールな暑いで、中に置いとけない。そわんかっな息た。上がるか？
結構買ってきたな。ほんとみんなの分買ってきたんだな。ね、ジョアンすごい。スタンリーすごい。この暑さすごい。ダニエルさ、ちょっとなんかその慣れんのやめようぜ。力に。ぶつかってるおい。ほら。そのままのお前落とせよおい。ただ覚えとけよ、ここにずっとはいられない。そうだな、目的地あるもんな俺たちは。慣れすぎじゃん、ダニ。ちょっと待って、怒るぞお前。手で持て、いい加減。ボールもそうだけど、よくねえぞ。慣れは危ないんだからな。え、ここで、ここで離されんの。交代で買い物に行くのは賢いな。ほんとだ。なんかすごいあれだな、生活用品っぽくないやつばっかだな。そんな大事か、ここらへん。これ見たな。てか見たやつしかないよな、基本的に。外出ればいいのかな。だいぶ仲良くなったでしょ、関係も。ジュース飲めるしな。正直に言うと、シアトルの気候が恋しくなる、時々。ああ、わかる。ここに来て1ヶ月ね。アウェーのこと、どう思う？アウェー？あ、この街のことかな。みんなかっこいいよ。みんなかっこよくて、型破りだね。誰一人ダニエルの力を怖がらないんだから。私は、まだ頭整理しきれてないけど。まあね。ここの人は、プライベートに立ち入らない、そういう空気がある、うんうんうん、だからいろんな事情を持った人がここに集まってくる。理想の街ではないけどね。まあ、聞いてまいりましたよお母さん。外で暮らすの、まあ、そっちへ行こうかな。ここは平和って言い方もね、平和ではないって言われそう。とは言っても社会の外で暮らすのは大変だ。あ、社会の外ってこっちのことか。そっか、ごめんなさい。ほとんど自給自足だし、孤独を感じることもある。それでも僕はあんたの居場所なんもないもんな。なんだよな、ここにいても現実からは逃れられない。少し遠ざかることができるだけ。あ、ここに住んでるわけじゃないのか、別荘みたいな。で、どうやってここを見つけたんだ。地図にも載ってないのに。あ、住んでるよな。マギーっていう知り合いに連れてきてもらったの。マギー。あれはニューヨークで挫折してフロリダにいた頃だったわね。彼女にも辛いことがあってここで暮らしてた。もう出て行ったけど、彼女はここのみんなに愛されてた。まあ、連れてきてくれて感謝してる。やめて。力になれてよかった。ちょっと音あげるわ。ところで話をしたいの。後でこれ終わったら呼んでくれる。え、あと何かあったの。いいえ、家族水入らずで過ごしたいの、3人で。これ大事な話あるだろう絶対。スーパーウルフ、ちょっと戻ってこい。いいか。かっけえ、やっぱ。オラオラ、ダニエル、これから3人で渓谷に行かない？え、どう？いいよ。ピクニックすんの？じゃあ準備ね。お母さん、あ、ショーでもあれだな、あんまりそんなベタベタ仲良くなってないのかな、まだやっぱ。まあ、ちょっとやっぱ壁あんのかな。なんか顔があんま楽しそうじゃなかったよな、ショーン。結構仲良くなってそうだったけどね、見た感じ。どうなんだろう。でもなんかどっちにしろ大事なんじゃないの、ここで。なんか、ちょっと一旦ここで止めよう。ちょっと音量上げてくるわ。そんなにいつもと変わんなかったわ。音量そんな変わんなかったから、たまちょっと小さかっただけだわ。あの辺りすごかったな、喋りが。あそこでキャンプしてもよかったんじゃないか。いや、車も近くに止めてあるし、
帰ってちゃんとベッドで寝ましょう。ここで寝るのも最高なんだけどな。はあ、もう疲れた。ごめんね、どうしても見せたいものがあって。何があんの？何度来てもいいな。怖くねえよ、道子。ここ命取りだぞ、お前。ダニエル、おいで。あの道ね。何があんの、お母さん。お母さん、ライト持ってる。お母さん、歩くの早すぎ。口より足を動かすの。そうすれば追い抜けるわ。でもさ、やっぱ俺の声が大きいよりゲーム音が大きい方がいいでしょう、多分。ちょっと見て、これぞ自然の芸術よ。何よ。何もないよ、お母さん。ん？すごい眺め。本当だ。本当綺麗。それにすごく静か。ちょっと聞こえるのは二人でイチャイチャしないでよ。ちょっと。ほら。え、嘘。運が良ければ聞こえるわ。何が？え？あら、狼の遠吠えね。ハンターには気をつけた方がいい。ついていけないよ、お前。スーパーウルフは捕まらないよ。なんかビルの松。お母さんも守ってあげる。松ターンだったじゃん、今の。お母さんはハイキングの達人だね。本当だ、はい。やることがないだけ。でも好きよ。ジョアンが一緒に来てくれるし。待って、お母さん。ジョアンがいればきっと楽しいね。まあ、のんびり派のジョアンは。何中距離でお前ら会話してんだよ。過ぎると怒るけど。大抵はだんだんいいペースに。元気かよ。落ち着くかな。ジョアンとショーンは立ち止まって観察するタイプだよね。ダニエル声でかくねえか、お前。僕はスピードタイプ。わかんねえ。似てるわね、ダニエル。だから急ぎましょう。音量がわかんねえ。お母さんの声に対してダニエル声でかくねえか。お母さんちっちゃいと思ってあげたらダニエルがうっせんだけど。この子来たよ、お母さん。この前。何があんの？来たよ、ここ。え？やっぱり気分転換に最高ね。ここはだな。僕も大好き。座りましょう。絶対これ大事な話するよな。行くんでしょみたいな。プエルトロボスニーみたいな、絶対かっこいいシーンでしょ。うん、ねえ、二人と一緒に暮らせて嬉しく思ってる。あ、それか、言ってほしくないか。すごく助かりました。礼はいらないよ。お互い様ですよ。俺らもゆっくり休めて助かったし。そうだね。ヘイブンポイントでのことで疲れてたし。そうね。メイカツ。ここでは何にも縛られずに生きられる貴重な時間になったでしょ。あなたたちを心から愛してる。お母さん。自慢の息子よ。メキシコに行ってもね。行っていいの？一緒に来てもいいんだぜ。あ、そのことだけど。あ、これ結構大事な選択肢じゃない。来たければ一緒に来てもいいぜ、メキシコに。可愛い息子でしょう、これ。二人が落ち着くまで見届けたい。できれば。でも伝えておきたいことがあるの。え？私たちはヘイブンポイントの件で追われてる。あ、そこそこそこ。え、それ本当？町に出た時、新聞の記事を読んだの。私たちの大体の居場所は、くそ、捕まれてる。まあ、罪重ねるな。大丈夫かこれ。分かってたことだ。じゃあもう出るの？そうだな、明日だよ。ねえ、そのバッグ取ってくれる？国境またげば大丈夫なのかな。こんだけ重罪重ねてて
国境またげば許されるのかな。独立記念日用に作ったんだけど。何？今やりましょう。おお、それ綺麗だよね。花火か。いや、お母さん。わあ、気球か。よし、きっと綺麗よ。いや、ちょっとロマンティックなんだけど。何これ。え、家族の時間じゃん。ちょっとやめてよ。これ写真撮りてえな。これマックス来ないかな。マックス能力使うな。ここで粋なことすんな。お前も慣れるな。ダニエル何回も言うけど使うまでの判断が早すぎるんじゃ。お前慣れすぎて大丈夫か。いやこれでもくるくる回れる。多分飛んでいった方が多分幻想的だけどな。お、分かってね。ダニエルめっちゃおしゃれ。すげえ綺麗に飛んでんな。等間隔じゃん。写真撮りてえな。こういうとこはもったいねえよ。思い返したらジーンってするわ。ロマンティック、洒落てんな。お母さん捕まったりすんのかな。離れ離れになるってことはさ、お母さんは食い止めんじゃないの。時間稼ぎしてくれるんじゃないの。なんか流れ的に。まあでも国外逃亡とか言うぐらいだからさ、やっぱ犯罪を犯してても国外に行かれたら、まあ要するにメキシコに行ったらなんか逃げれんのかな。逃げれる希望があんのかな。あ、バレてますね。艦隊もバレてんな。で、出発の準備はもうできてるの？まだ。出て行きたくないよ。そうだよな。僕、なんか怖くて。母ちゃん。母だな。まっと、どうするんだ。どうするんだ。ここにいたら見つかるだろう。そうね。でも逃げ続けるのは無理があるし、やらなきゃいけないこともある。え、国境を越えるのは楽じゃない。だから警察の注意をそらしてあげる。母さん。でも何する気だ。私もネバダの事件のことで追われてるから、あなたたちを逃がす代わりに私が捕まるわ。ちょっと、それじゃお母さんが刑務所に。私のことはいいの。プエルトロボスに行くんでしょ。でもありがとうって言いたいけど、ショーンの性格的にこっちだろう。そんなことしなくていい。もう失望してほしくないの。私にダニエルを助け出すと決めた時から覚悟は決まってる。母さん。それを間違いだと思ったことはないし、今も同じ気持ち。私は自分のルールに従って生きるって決めた。あなたたちがそうする必要はないけど、自分が望む道を生きてほしい。誰にも邪魔させちゃダメ。
とあんま父さんとか言いたくないな、もうここまで仲良くなったんだったら。分かってる。どんなことでもやってやる。生きるためなら。音量バランスおかしくないか、今日お前ら。あなたはダニエルをここまでずっと面倒見てきた。これ以上ないくらい自慢の息子よ。母さん。本当に。さて、準備しないとね。あ、ジョアンに会ってくる。そうだな、挨拶しないとな、最後な。私はあなたたちの車を見てくるわ。車？点検しとかないと。車くれんの？さっき話したこと忘れないでね。あなたの人生よ。あ、デイビッドが話があるって。デイビッド、わかった。ライフイズストレンジ、あれだもんな、テーマがあれだもんな。なんかあ、とかデイビッドか、名前忘れてた。お前デイビッドだわ。そうだわ、デイビッドだわ。ライフイズストレンジ解禁書、あ、これ分岐じゃない？これ分岐でしょ。分岐ってか、これこれだいぶいいんじゃない。これ目的なかったから多分あれだ。母さんへ。母さんへ。カレンって言わないよ、もう俺は。母さんみたいに気持ちを言葉にするのは苦手だけど、思ったことを書いてみるよ。母さんのこと分かった気がするとは言いたくもない。どっちだろうな、これ。いや、これどっちがいい。いや、ショーンが書いた手紙でショーンとカレンの関わり方見たらこっちな気がするんだよ。少し時間がかかったけど、母さんのこと分かった気がする。うん。俺と母さんは似てるかもしれない。15ページぐらい書こうぜ。自由を諦めない。まあとりあえず謝りましょう、一回。やっぱ大人になったショーンってのを見せようぜ。母さんまで巻き込んでごめん。俺らのために精一杯やってくれたのに。そうだな、こんなことになるなんて。落ち着いたら必ず償いはするよ。また連絡する。それまで元気でな、ショーンより。いや、もうもっと書こうぜ。60ページぐらい。特にこんなこと書いてみるよ。少し時間かかったけど、母さんのこと分かった気がする。俺と母さん似てるかもしれない。ちょっとなんか俺の選択肢がちょっと恥ずかしいな。書き直す。手紙を残さない。手紙を残さない、これ恥ずかしいってこと？いや、これでいこうよ。カレン泣くぞ、お前。これ帰ってきて、お、分岐しましたね、これ。分岐したぞ、これ。服、いやー、やっぱなんかもうちょっとさ、長くいたいけどな。やっぱこう追われる身って大変だな、ほんと。何これ、開ける。うん、ビーバークリークにいた頃の文通相手と同じ人かな。長っ。そうだねえな、ルームメイトさんへ。あと少しだったのに。全額返金なんて最悪だ。レイノルズさん、レイノルズって誰？ごめん、名前全然覚えてないんだわ。母さんの別名かな。ビデオテープ。父さんもこの映画好きだったな。夫婦揃ってオタク趣味か。オタクの判断早いけどな。ビデオテープ一本のオタクはかわい違うだろう。オタクなめんじゃねえぞ。ビデオテープ一本のオタクってちょっと。デイビッドの用ってなんだろう。そう、デイビッドだった名前。こんにちは。いたね、あそこデイビッドね。さっき。デイビッド何伝えてくれるんだろうね。Life is Strange 解禁書。誰もが突っ込んだよな。お前かよ。いや、よりにもよってお前かよって。愛されてんなって、制作側に。マックスちらつくぐらいが一番なんか。どうも。
俺に用があるって聞いたんだけど。ああ、まずは中の警察無線受信機を取ってくれ。え？車にプレートをつけてくるから。そっか、わかった。すぐ戻るよ。もう名前忘れちゃったちょっと待って、もう名前忘れちゃったんだけど、なんだっけ、デイビッドか。ごめん、もうお前のこと全然覚えてねえわ。え、これ、いや、クロエじゃん、クロエ、会わせてくれ。離婚した奥さんか。デイビッドもすごく変わったんだな。クロエじゃん。よくも悪くも。え、クロエがいい俺一番好きなんだけど、クロエが。いや、まあまあマックスも好きだけどね。パンクロック好きなのか。あれかな、これクロエのこと理解しようと頑張ったのかな。これもそういうちょっと予測推測できるよね。頑張ったんじゃないの音楽の趣味は合いそうにないな。そんな描写なかったよな、別にパンクロック好きみたいな。だから黒に合わせる努力したってそういうことじゃないの。そういや、デイビッドはビールも飲まないな。あ、これ軍の時代か。いや、黒へ相手めっちゃ、ごめん、めちゃくちゃシンプルなこと言ってるわ。デイビッド。あ、ジョイスだ。俺のジョイス。違うな、ジョイスへ。ボスカード送ってくれてありがとう。旅を楽しんでるみたいだね。あ、離婚はしてるけど、一応やっぱそんななんか、悪い感じじゃないんだな。絶、もうなんかもうお互い絶望しちゃって、別れちゃったって感じなのか。思ってきたらいいのに、俺も一緒だったらなと思う。ハネムーンみたいに。ずっと見たかったと言った世界、〇〇とか〇〇を見られてるといいんだが、めっちゃ書き直してんな。会いたいよ。不器用だからな、デイビッドはな。良くも悪くも。アーサーがデイビッドは何でも直せるって言ってた。本当かな。これクロエ。ちょっといきなりショーンがもう、どこでこんなの手に入れた。ショーンへの愛が薄れてきた。やべえ、クロエが強すぎる。クロエとマックスが好きすぎる俺。でどうやって使うんだ。なんか受け取れって言ってなかった。探すのは140と160の間だな。あ、どっか繋がんのかな。あ、ここじゃない。ここは大人ばっかりだったけど恋しくなるだろうな。ここだよね、一番。おお、また違うやつだ。頼むよ。違うな。ああ、違う。ダスティロック FM がお送りする次のヒット曲。これでよくない？あ、これじゃね。あ、盗聴してんだ。くそ、またか。これでメキシコまで警察を盗聴できる。すご。さすがだ。しかもラジオも聞けんじゃん。ラジオ聞きたいんだけど、むしろ。便利なまま、便利ってか違法なんだろうけど、ラインとしては。でもジョイスおばさんのことまだ思ってた感じはあったからな。デイビッド。覚えろお前デイビッド。まあ、お前今んとこプロディー以下だから。受信機は持ったか。うん。警察の周波数も分かった。そうか。やるじゃないか。これでいつでも相手の出方がわかる。でも悪くなったな。きっと国境まで安全にたどり着けるだろう。よし、最短ルートを教えてやる。ここに着いたらこの道を進め。検問所の間だ。で、
主要道路を降りて、しばらく砂漠を進むんだが、まあカレンの車なら問題ない。わかったな。うん。わかった。多分。ジョン、覚悟しておけ。はい。警察が迫ってきてる。失敗したら次はないと思った方がいい。はい。脅すわけじゃないが、まあ。うわ、これ最後選択肢ありそう。わかってる。ありがとう。なんかダニエルの能力使って、まあ、座ってくれ。暴れるかそうじゃないかみたいな、ありそう。誰か見捨てるかとかさ。指図したいわけじゃないんだが、軍時代の癖でな。最初お前たちを斜めに見ていたのもそのせいだ。おお、まあまあクレもそうだったもんな。しばらく一緒に生活して理解できた気がするよ。ありがとう。ここに来るまできっと地獄を見てきたんだろう。だがそれが成長させたんだろうな、お前たちを。そうだね。比べるわけじゃないが、俺も俺で地獄を見たんだ。そうだな。戦場でもこの国でも人と向き合う方法がわからなかったせいでな。やべ、長くなってっかな。やべ、始めた時間は覚えてねえわ。やべ、長えかも。でもクロのこと聞きたいな。ちょっと話なんだっけ、時間長えかなって気にして話聞いてなかった。あー、クロのこと聞きてえ、聞きてえけど、あー、でもえぐっちゃうかな心。いや、クロのこと、クロエ情報欲しい。あー、クロのことを知りたい。あー、それって義理の娘さんのこと？ああ、あの子は学校で金持ちのガキに撃たれたんだ。守ってやれなかった。え？俺たちはいつもいがみ合ってた。え、それマックスがいない世界線じゃない？もう失って全部わかったんだ。え？俺は自己中で愚かだった。もっとクロエと、どういうこと？対等に接するべきだ。え？どういうこと？俺が原因なのは誰が見ても明らかだが、もう二度としくじらない。あ、でもそっか。ショーン、お前たちを逃がすための手助けをする。それが俺の責務だ。だが、そっか、話しておきたいことがある。いいか。ああ、うそうそうそう、語りたい。あ、それは今語らんダメだ。あのさ、そっか、マックスを選ん、ライフイズストレンジの世界だと、マックスが実行を歪めて、最後の最後、いや、俺クロエ死んだ理由って台風じゃんと思ったわけよ。そう、俺の選択肢やったら俺ハリケーンで、マックスは戻れ、俺、私はいいから、みたいな、感じだったから、そこでクロエがあれかなと思ってたけど、そっか。はじめのクロエを救うことなかったことにした結果がそうだから、なかったことにした結果嵐を沈めたから、結果的にそっか、撃たれたことになって時間は進んでるんだ。もちろん。そっかそっか。お前たちは確かにひどい目にあった。神のいたずらかと思うほどに。だから誰にも理解されないと思うのもわかる。だが一生逃げ続けるなんてできることじゃないし。難しいよな。それで幸せになれると思うか。幸せじゃないよ。覚悟を決めて裁きを受ければお前らは自由になれる。ああ、なるほど。思ってるより早くな。捕まるか、そうどうしたいかみたいな。え、これ結構でかいんじゃない、これ。普通に、でも人生をやり直したいって一緒じゃない。これも別にどっちも耐えられるよな。こっちの方が良くない？まだもう引き返せないよ。人生をやり直せればそれでいい。それはわかる。ただそういう考え方もあると言いたかっただけだ。このひどい状況を一人で抱え込むにはお前は若すぎる。やっぱ国境を越えては無理なんだな。ダニエルもすごい速度で成長してる。
悲しいくらいにね。ここまで来れたんだ。選んだ道はきっと間違いなんかじゃない。え、おっと、ショーン、すまないな、この電話には出ないと。めっちゃ揺れてる。おお、ジョイス。ジョイスおばさん、ちょっと、イチャイチャタイムじゃん。よかった。聞こうぜ、聞こうぜ。やっとソーラーパネルが設置できたんだ。聞こうぜ。心配するな。いつも仲いいんだな。よかったよかった。それだけでもよかったわ。違いない。そっちはどうだ。お。10位から幸せそうじゃん。でも杉谷ジーマの小学生みたいな感じだけど、サンタローザに寄った時はチビの顔を見たいもんだ。チビの顔、ジョイスおばさんの声聞こえないから。まだ何も聞いてないよ。ジェファソンが釈放されなきゃいいんだが。ジェファソン、あ、先生ジェファソンだっけ。え、ジェファソンだっけ先生って。ほら、弁護士ってやつらには大して期待できないだろ。え、でもクロエが撃たれたとこで止まってたらジェファソン先生バレてないんじゃない。元気でな。じゃあまた。あ、やばいやばい、はい、いや行かないとな。ちょっとまずいまずい、すいません、ちょっと、あ、ちょっと行かないと行かないと、別に聞いてないけどね、別に盗み聞きなんかはしないけど、行かないとちょっと。あ、黄昏れてるな。ダニエルとまた二人きりになる。あ、もう街に出るじゃん、次。な感じだ。ちょっとごめん、めちゃくちゃ長いかも。一旦切るわ。じゃあ、あざした。